ゴミとして出せない家電や古い PC はハードオフで売ることができます。かなり古いものでも大丈夫です。特に古い PC やディスプレイなどパソコン関係のものは動かないものもジャンク品という名前で売っていたりしますので、買い取ってもらえる可能性はかなり高いです。駐車場には液晶テレビお売りください、パソコン、レコード等ですね、のぼりがたくさん立っているのを見てもわかるように、いろいろな家電やデジタル製品、オーディオ製品などを買い取ってもらえます。それでは店内を見てみましょう。ここは CD や DVD、レコード、LD、それからですね、ゲームソフトなどを置いています。このコーナーは液晶テレビが置いてあります。上の段は液晶ディスプレイ、下はDVD やブルーレイプレイヤーなどです。ノート PC や周辺機器も置いてあります。ギターやベースなどの楽器も置いてあります。オーディオ用のスピーカー、これはサブウーハーです。こちらにもオーディオ用のアンプやチューナー、 CD プレイヤーなどが置いてあります。カーナビ、カーステレオ。生活家電では冷蔵庫や除湿機など、洗濯機、掃除機、フードプロセッサー、炊飯器なども置いてあります。またインパクトドライバーなどの各種電動工具もあります。ラジコンやフィギュアなどの、おもちゃ類も揃ってます。ここにはジャンク品と書いてあるものがあります。ジャンク品というのは動作を保証しない、仮に買って持って帰っても動くかどうか分かりませんよという品物で、その代わり格安で売っているというものがあります。このデスクトップ PC は6000円ですね。チェック時電源が入りましたということで、それ以外は何の確認もできていないというものです。こういうものでもこれを購入していく人が PC 好きの中にはいるので、商品として成り立っているわけです。ですからかなり古いパソコン、例えば Windows 7のものなども十分買い取ってもらえます。ただしジャンク品扱いですと何百円ということがよくありますが、有償でですね、家電リサイクル等で引き取ってもらうよりはよほどいいと思います。ここはカメラも扱っているので、実際に私がもう使わなくなった、SD 画質のビデオカメラを売った時の様子をご紹介します。ソニーの DCR-SR100 というハードディスク内蔵のビデオカメラなんですが、物はいいものなんですけれども、いかんせん SD 画質で、 SD 画質のビデオカメラですともうオークションでもですね値がつきそうもないので、ハードオフに出してみました。このもうボロボロになってしまったキャリングケースごとです。店内に買い取りカウンターがあるので、ここへ持っていきます。するとこの番号札をもらいますので、査定をしている間店内で待ちます。番号が呼ばれたらこの札を買い取りカウンターに出します。査定金額を提示されるので、これで良いかどうか聞いてきます。もちろん不満だったらここで断ることもできます。査定は無料です。良ければここで本人確認ということで、免許証等を出します。そして提示された金額2000円ですねを受け取って終わりということになります。この SD 画質のものが2000円だとまあまあいいかなというふうに思いました。このようにもう使わなくなったもので、売れそうもないものでもハードオフだと
買い取ってもらえるので、ぜひですね、持っていくことをお勧めします。まあ、引き取らないということは私の経験ではありませんでした。